いよいよ、今回が最終回だぜ。たった6回だけど長かったのう。そうだな。推古天皇に始まって、旧第8人の天皇についてやってきた。今回は第42代天皇文武天皇について話すぜ。と、その前に、これまでの話は、日本書紀、という歴史書をもとに話してきた。この歴史書に書かれているのは持統天皇までだ。今後の話は、蜀日本儀、という新しい歴史書をもとに話していくのだぜ。蜀日本儀、そうそう。俗に本紀、ではなくて、蜀日本儀、と読むのだぜ。が、困ったことに手元に現代語訳がない。自由に読めるのは原文だけ。教養のないうぷ主にとっては読むだけでも一苦労なんだぜ。では、気合を入れてやるとするか、持統天皇に上位された文武天皇はわずか15歳で即位した。実はこの文武天皇には皇后がいなかったんだ。え。だってお妃いなかったらお世継ぎどうするの？いや、皇后はいなかったが、お妃はたくさんいたんだぜ。藤原の不死との娘、藤原の都をはじめ、有力貴族の娘をたくさん妃にしていた。でも、当時は皇族以外は皇后になれなかったらしい。美智子様みたいに平民から皇后なんてのはそれこそ問題外中の問題外な時代だったんだぜ。なんで皇后がいなかったかというと様々な説があって、本当はいたんだけど記録から消されたなんて話まである。皇后の不倫なんて話があるくらいだ。真実は一体どこにあるのやら。皇后が不倫とか事実なら全然平和な時代ちゃうやん。おそらく動画化はしないけど、奈良時代の天皇についてもちょっと調べてみたんだぜ。奈良時代になっても結構ゴダゴダしているんだな、と。人民は貧乏なままだし、お偉い人たちは権力闘争しまくっているし。湯気道教は出てくるわ。恵美の牛勝野の乱で順仁天皇は追放されるわ。さらには聖武天皇の時代には長屋の王の変というのがある。藤原四兄弟の陰謀で長屋の王ら皇族たちが自殺に追い込まれる事件だぜ。さて、ここで新しい登場人物が出てくる。先ほどにも名前が出てきたが、藤原四兄弟の父親、中富の鎌足の次男、藤原の不人だ。天智天皇こと中大兄の王子の側近中の側近だぜ。死の直前に藤原氏の姓を賜って藤原の鎌足になったけどな。この藤原の不人、実は天智天皇の楽園という説がある。嘘？マジなの？天智天皇が妊娠中の女房鎌足に下げ渡す際、生まれた子が男ならばそなたの子とし、女ならば朕のものとする。と言ったという伝説がある。まあ、多分嘘だろうけどな。藤原氏に箔をつけるために後の時代で作り出した作り話だろうぜ。ひょっとしてあの藤原の道長も。もちろんこの藤原氏の一族だぜ。15歳で即位した文武天皇。それを藤原の不人が支えたわけだ。そして文武天皇の命によって日本初の本格的な法律、大法律令が作られる。天武天皇が法律を作るように発令したのが681年。それ以降部分的な法律はできていたが、完成された法律ができるまでに20年を要したわけだ。法律を作るように、認可部王子と藤原の不人に命じて、翌年の701年に完成した。この法律は中国の東亜律令制をもとに作られている。東亜当時の最先端だったからな。日本はやっと法律によって全土を支配する時代になったんだぜ。さて、ここで話が横道にそれるが、ミチテルというお坊さんがいたんだ。蜀日本儀にも名前が載っているくらいだから、とても偉いお坊さんだった。あの三蔵法師の下で仏教を勉強したんだぜ。三蔵法師って、西遊記に出てくるあの三蔵法師じゃないよね。ところがその三蔵法師なんだぜ。はるばるインドまで経典をもらいに行った偉いお坊さんだ。当時は唐も混乱していたので、出国の許可がなかなか下りなかった。だから役人の目を盗んで強引に旅をしたんだ。国の法律破ったの。そしてインドで本物の仏教を勉強して、膨大な経典を持ち帰ったんだぜ。出国から16年後の出来事だ。時の皇帝大宗は密出国を咎めず、業績を高く評価した。
道昭はこの三蔵法師に学んだんだ。道昭は帰国後は飛鳥寺に禅院を建てて、天武天皇の命で往生院を建立した。日本で最初に火葬されたのはこの道昭だぜ。そして大宝律令の完成後、持統天皇はその翌年の702年に崩御する。天武天皇の念願であった国家の完成を実現させた直後に持統天皇も1年間のもがりの後に火葬された。天皇として初めて火葬されたのは、この持統天皇なんだぜ。余談だが、孝明天皇以降、近代の皇族は皆土葬だった。ところが2013年11月14日、天皇陛下の葬儀を火葬とすることを発表している。宮内庁のホームページによれば、御用の簡素化という観点も含め、火葬によって行うことが望ましいというお気持ちを、天皇皇后両陛下より、かねてよりいただいていたとのこと。それにしてもなすべきことをなし天武天皇のもとに旅立った持統天皇の気持ちはいかほどだっただろうか。それから文武天皇は軍を送り、薩摩、種ヶ島を支配下に置いている。そして32年ぶりに遣唐使も送っている。最高責任者である執権使は粟田の真人。有名な歌人である山の上の奥らも同行しているんだぜ。そして、都の長安に到着、女帝竹の利天に謁見した。ところが、ここでちょっとしたハプニングが起こる。驚いたことに、当時は唐の国じゃなかったんだぜ。中国史に詳しい方はご存知だと思うが、周、という新しい国家になっていたんだ。そこで見たものは粟田正人たちが見聞きしていた唐の国とは別物だった。町づくりも違えば、法制度も違う。自分たちが信じていた最先端の政治制度が全く違うんだから、粟田正人たちもさぞ面食らったことだろう。粟田の真人たちは州で実施されていた新しい法制度を必死に勉強した。704年、粟田の真人は白すきの絵の戦い以来、捕虜になっていた者を連れて五島列島福江島の玉の浦に漂着して帰国した。ちょっと待って。白すきの絵の戦いと言ったら、663年だから40年経っているね。40年?すっかりおじいちゃんじゃないの。異国の地で死んだ者たちも多かっただろうぜ。白すきの絵の戦いの敗戦はそれだけ古代の日本にとって痛恨の事件だったんだ。日本に戻った粟田の真人は中納言に抜擢、文武天皇の下で改革をするんだぜ。文武天皇は慶運の改革を行う。法の矛盾点を整備するとともに打ち続く飢饉から農民の負担の軽減を図るべく、税制や貧窮対策を施している。どうした霊夢、目に涙なんか浮かべて、やっとお上が民のことも考えるようになったんだなって、そうだな。これまでは国家の創設期で民にひどい負担を強いていたからな。いやいや、まだやっとスタートラインに立ったばかり。国家の形を整えるためにすべきことがたくさんある。そりゃそうだ。まだ通貨祭できていないんだから。708年、日本で最初の流通貨幣と言われる和同開珍が流通される。それまでは無分銀銭という渡し銀貨が流通していたが、これ以降は銅銭が主流になる。時はまだほとんどが物々交換だったんだぜ。私たちの魚とこのお米を交換しましょうってな感じで、中国では戦国時代にあちこちでいろいろな通貨が使われていたけど、秦の始皇帝の時代に一つに統一された。漢の時代になっても新しい通貨が使われたが、困ったことに民が勝手に大量に鋳造していたらしい。え、偽金作り、イエス。それっていくらでもお金持ちになれるじゃん。再三にわたって禁令が出されていたらしい。収まったのはやっと武帝の時代だ。残念なことに和同開珍は近畿地方あたりを除いてはあまり流通しなかった。鉄の塊を使って買い物をするという習慣はまだ浸透しなかったんだぜ。だが、この時には文武天皇はこの世にはいなかった。707年、文武天皇は病に倒れる。わずか25歳にして文武天皇は崩御したんだぜ。わずか25歳にして文武天皇は崩御したんだぜ。世継ぎがいなかったため、安倍の姫巫子が元明天皇として即位したんだぜ。右大臣藤原の不死とがそれを補佐した、が。それから先は奈良時代の話となる。この動画は一旦ここで終了なんだぜ。霊夢、どうだった？このシリーズを通しての感想は、そうだね。
とりあえず飛鳥時代終わってもまだ通貨がなかったのが一番の驚き。お賽銭とかどうしていたんだろうな。肉の塊を置いていくとか。腐るよ。保存大変だよ。その日のうちに食うからいいけど、それから仏教だよね。日本の古代史は1に仏教、2に仏教。とにかく仏教だらけだよ。力だけの支配は難しいから心の拠り所を求めたのかもな。仏教もいいけど、巫女も崇めてほしいものですわ。それにしてもやっと終わったか。今回のシリーズ、ちょっと反省点もある。動画でやるにしては、少し真面目になりすぎたなと。今後、歴史の動画を作るとしたらもう少し柔らかい内容にしたい。今後の動画制作についてですが、今のところ未定です。実のところ、動画制作に疲れたのでしばらくお休みをいただきたいのです。元気になったらまた帰ってきますので、それまでは待っていただきたいのです。そうだね。長いこと投稿していたね。これまでご視聴いただいた皆様には本当に感謝しています。というわけで、神楽ゆっくり実況はこれにて第一部完、です。皆様、本当にご視聴、ありがとうございました。